斎藤らチームになってます。大学は山梨学院大単独と、あ、帝京科学大学山梨対文京区ということで、はい、はい、じゃあ解説は関係ないんで、はい、では今私の声に負けないように頑張ってくださいね。はい、チームアライブ対斎藤の試合を始めます、はい、プレイ。さあ、アールドフェザーアライブでございます。アライブはですね、もうこのように怒涛のように攻めますね。ただゴール前で非常にもたもたするチームですんで、おっしゃーせーおい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 いんです。あ、ほじゃない方もおい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 リテストをピックアップ、ドルナンバー4。はい、一戦早速に決まりました。なんか言うことも、うちのチームにしては珍しく早々に点が入りまして、福神頑張っていただきます。福神、福神お願いします。全く質問だと思いました。自慢の無駄でございます。はい、はい、次は斎藤直さんの攻撃です。また中立の立場で解説してますので、頑張っていただきたいと思います。まあ、ライブは隙が多いですからね。常に大量得点で負けたり、大量失点で負けたり、PK で負けたりしてるんで、まあ、まだまだ全然わかりません。さあ、しかしやっぱり早いですね。ライブ早いです。で、ボールも後ろにそらしません。ただ変なところにキックしてますね。あーっと、何をやってるんでしょうか。さあ、さあ、ここからどうする、どうする。こう、前にボールが出てますね。ここはなかなかそれないんですね、ボールが線の外に。ロボットは下にいるんでしょうか。さあ、赤に押し出されるような感じで、あぶねあぶね。ボールを出してしまいました。さあ、ワンワンスタウザンアウトパイプルー。はい、このようにですね、ボールを出すとですね、どんどん自分が不利になるようにボールが多く抜け出せ抜け出せ、よしか、ワンワンスタウザンワンワンスタウザン。これはゆるくボールを中に入れています。ワンワン、ここはチャンスですが、アウトパイプルー、まっすぐ打ってこはぜてしまうと、またこうやっておそらくはもう、おっと、ワンワンスタウザン味方同士で押し合って転んでしまいました。さあ、転んでロボットに、またロボットは近づいて近づけません。あ、しかしボールが来ましたね。チャンスですね、アライド。お、お、どこに逆に来ました。何なんでしょうか。さあ、サイドラインチャンスです、チャンスです。ワンワンスタウザン、おうおうおう、ワンワンスタウザン、ツーワンスタウザン、アズバイレット、スピードアップ、スピードアップ、スピードアップ、ナンバー4。ああ、アライブのチャンス。ちょっとアライブのロボットはなんかちょっと激しすぎて、なんか自滅してる。ワンワンサウザン、ツーワンサウザン。さあさあさあ、行くんでしょうか、行くんでしょうか。おっと、ゴールこぼしたがいいところに出た。強調しよう、強調、強調。さあ、作戦通りだそうです。ワンワンサウザン。さあ、2体のロボットがお互いに邪魔し合ってます。さあ、1チームに4番打者に2人いらないって感じですね、これ。これどういう作戦なんですか、これは。ですね、これは前の方でなるべくボールを2台止まってます。そう、もう突っ込む突っ込むというラグビーみたいな。おーあーっと、ギリギリ外れてしまいました。で、これはもう一瞬にして相手のチャンスになってしまいます。ですから、もういかに今どうこうしっかり決めれるかっていうのはかなり勝敗に影響します。大丈夫、2番に勝敗してる。まあ、しかし、まあ、でも洗いも早いですから行きました。2番のロボットを選んで、4番が取りに行ってるんで止まって待ってました。ワンワンスタウザン、これはですね、ロボットはですね、なんとワイヤレスランで話をしてるという、非常に強力みたいな話なんですけど、そういうことをやっています。いいんです、アウトパイプルー。おっと、クリアしたなっていうのに、いいんですか。あ、キーパー出ちゃう。キーパーがちょっと反応がちょっと早すぎますね。おーい、さあ、もう点
そうですね、キーパーが得点を取りに行くっていうのはライボの、そのおかげで大勝ちしたり負けたりするんですが、おっと、おっと、さあ決めれるんでしょうか。さあさあさあ、5分です。まだ5分あるのにもう2点入ってしまいました。これは大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫。伊藤さんは誰かコメントは。ノーコメントだそうです。はい。巻き返しに期待しましょう。はい。アライブはちょっとキーパーが職場で危ない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 ですね。危ないね。このフィールドはですね、ちょっと例年ならもうちょっと外広いんですけど、予算の関係で狭くなってて、まあ、そんなことを解説してどうするかって感じなんですけど、まあ、このロボットが落ちたりして非常に危ないフィールドになってます。プレイ。さあ、始まりました。もう赤ボールキックオフなんですけど、もう青のロボット来てます。これ先にボール触るのは全然ありです。さあ、ライボのキーパー職場放棄です。チャンスです。赤チャンスです。あ、やべやべ、落ちる落ちる。あとアライボの場合自殺点があります。さあ、あ、しかし上手いですね。ちゃんと回り込んでます。これは素晴らしいですね。おっと、これが吉と出るか京と出るか。さあ、アライボチャンスです。あやもチャンスです。さあ、ちゃんと入れれるんでしょうか。ここからお、いい寄り付きです。何をやってるのかな。おーおー、今すごいっすよ。天才。やった。 PK をなんか PK 映し。すがみさむ。今のモロさはどこに行ったんですか。いつものモロさは今のは超一番なんかバグなんだけど。なんか生きてますバグレースだ。すごいですね。はい、まあでもこう調子いい時ほどこう落とし穴があるもんで、まあ満塁ホームランで逆転されるっていうこともありますんで、こう一人で喋ってると誰も突っ込んでくんないんだよね。ね、こうスリーポイントとか特別ルールで持ってた方がいいんじゃないかと思うんですが、はい。さあ、また始まりました。アライボはなんか、なんでしょう、なんか非常にこうボールに対してこう慎重というか、うまく回り込んでますね。おっと、赤のロボットに跳ねて弾いてきました。ここからボールを真ん中に寄せるのは難しい。あ、パイプルさっきはすごい非常に強豪に近づくのが甘くいいと思いますか。いつもはできないことは今回はよくできてます。さあ、ボールちょっと見失ってます。これカメラが前の方に1個しかないんで、人間のようにこうしながらないんです。あ、これですから、あれです、ビデオがなくなります。なように見えますけど、実はなくなります。ごい、エストオブテープショップの狭いカメラ、あ、ペースないね。非常にこう、この予測の動きというのは、あ、やばい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 、あ、スパイプルー、ちょっと自殺点の危険がありましたね。キーパーが出てしまいました。キーパーが出てしまいました。はい、4人攻撃です。さあ、4人攻撃。あ、ちゃんと役割分担します。見えないですね。さあ、オーソドックスに詰めていけば、ワンワンサウザン、よし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 、一定中立なんですが。でも、ちょっと勢いが弱くて、まだハーフウェイライン上ですので、お、赤の斉藤はもう体当たり攻撃ですが、我関せずというような感じで青を見ます。おしゃしゃし、反則ギリギリでした。ボールをあんまり掴んじゃいけないんですけど、 2.999 秒で話しましたね今。さあ、さあ行きました。さあ、4番長が渋いディフェンス。